こんにちは、まちこです。まちこの何分クッキング、ご好評につき第2回を迎えることができました。本日は、バレンタインデー2月14日ということで、超簡単レンジだけで作るチョコムース、これをやりたいと思います。にじゅーちゃんの今度コラボでですね、ロッテさんの方でなんかキャンペーンあるということで、はい、2月16日からですね、あれですね、ローソンで何個か買ってノートもらえるというやつですね、はい、そんなこともありまして、今日はロッテガーナチョコレートで作るチョコムース、はい、こちらロッテさんの公式サイトの方で手作りレシピの方載っておりますので、そちらを参考に、進めてまいりたいと思います。それでは早速まいりましょう。本日ご用意していただくもの、ロッテ、ガーナミルク4枚、あ、ガーナミルクじゃない、ロッテ、ガーナチョコレート4枚、マシュマロ 65g、牛乳 220cc、 以上です。はい、それではですね、早速参りましょう。まずはですね、はい、こちらの、牛乳 220cc に対してこの 65g のマシュマロを入れていきます。はい、そしてこれをですね、これラップするかな、ラップするよね、レンジでチンしていきます。600W で1分40秒温めましょう。マツコの何分クッキング、今日は何分で出来上がるのか。あらかじめチョコレートを砕いていただきます。それが一番時間かかると思いますし、それが一番手間やと思います。さあ、1分40秒はい、出来上がりました。1分40秒加熱した牛乳とマシュマロ、はい、これをですね、泡立て器でしっかりと混ぜ合わせてマシュマロを溶かしていきましょう。大きいマシュマロの場合はあらかじめ半分とかに切っておいてもいいかもしれないですね。さあ、一通り大体混ざりましたが、ここでさらに40秒加熱します。暑いけどな。
半分入れて、半分3分の1だったっけ、え半分って言った半分はい、加熱できました。熱くなっているので気をつけてください。さあ、もう少しさらに混ぜていきます。さあ、そうしましたら、あらかじめ砕いておいたこちらのチョコレートの方に半分量こちら入れていきます。よいしょ。で、チョコレートを溶かすように混ぜていきましょう。あ、いい香りがしてきました。だいぶ溶けて混ざりましたら、残りの半分も投入していきます。ああ、いっぱいいっぱいです、どんぶり。いや、混ぜまれませんねあれ、皆さんは大きめの耐熱ボウルをできればご用意ください。ギリギリです。混ざってきた。混ざりましたかね。あ、下の方がまだ。カッ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 っていきたいとこですけどね。いっぱいいっぱいですからね、これね。無理です。まあまあ、焦らずに。だいぶ混ざってきたと思います。はい、混ざりましたね。はい、混ざりました。よかったです。OK、よいしょ。さあ、混ざりました。あ、これを用意していた器に入れていきましょう。よいしょ。よいしょ。なんか下の方が濃い気がしますね。入れ物、この入れる順番によって濃さが変わってくるというのも濃いな、下。まあまあ、よろしいんじゃないでしょうか。はい、これ大体カップ3つぐらいできましたかね。はい、はい、入りました。こちらをあとは、冷蔵庫で冷やして固まったら出来上がり。はい、冷蔵庫で冷やし固めて、およそ1時間以上過ぎましたので、もう大丈夫かと思います。それで今日はですね、タク君に、試食をしていただきます。よろしくお願いしますはい、濃厚チョコムースです。食べてください。はい、いただきます。おちっちゃ。いただきます。はい。
どうでしょうか、あ、ちゃんと固まってますね、うん、ムースって食べたことある？ないよね。プリンみたいな感じかな。いいよ食べて。どう？おいしい。おいしい。素晴らしい。おいしいですか？初めて食べるもんね、ムース。うん。あ、だいぶ甘いな。うん。ね。甘い。甘いな。大丈夫？甘すぎない？うん。このぐらいで大丈夫？うん。はい。ということでございまして、そうですね、次作るときはですね、チョコの量を半分にしてもいいかなと私は個人的に思いました。はい、いかがでしたでしょうか。レンジだけで作る濃厚チョコムース、マスクの何分クッキングでした。また次回お会いいたしましょう。さよなら。参りまして、はい、OK。 どう、大丈夫やった？ほんまに、うん、ほんまに、うん、ほんまに美味しかった、うんうん、ちょっと甘すぎるかな。